こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ。始めていきましょう。はい、ということで、このジュエルがちょっと、ジュエルじゃない、マナが結構少なくなったかな。さらに4つ進める。11番ってすごいな。これなんだろう。あ、そっとか。150か。イベント。面白いことになったね。レビアちゃんのおかげ。
げでいつもと違う夏が過ごせそう。もちろん私も最後まで見届けさせてもらうよ。妖精の紡ぐ夏をね。イベントクエストのメインストーリーの完結を行います。じゃない、メインストーリーだ。さて次はどこに行こうかしら。あんた、ランドセルはいつも賑やかだよね。そしてその中心にいつも君がいる。大丈夫？疲れたりしてない？そっかそっか、楽しいのならそれが一番だね。でもね、時々は何にもないのんびりした時間を過ごすのもいいものだよ。特にこんな風に大人なお姉さんと一緒にいるときとか、何にも考えずに甘えちゃってもいいんだよ。やばいなこれ。ネビアちゃんを追いかけて別行動だし、今は私と マジかよ。誰も見てないからちょっとだけ気を抜いちゃおう。言うことが聞けて偉いね。じゃあ言うこと聞きたいわ。私に背中を預けてね。力を抜いてマッサージか。水の上に浮かんでる感覚に身を委ねて、ほーらふわふわしてきたでしょ。どうかな、ちゃんと息抜きできてる？あ、体のこわばりが取れてきたね。じゃあ今度は深呼吸。私の胸の音伝わるでしょ。それに合わせてゆっくりゆっくりね。いいね、上手上手。頭を撫でてあげちゃおう。あれ、もしかして眠くなってきちゃった？目がトロンってしてるよ。やばいやばい。いいんだよ、我慢なんてしなくて。目を閉じて私の声だけ聞いててね。じゃじゃ、波の揺らぎが気持ちいいね。夏の日差しがポカポカ体を温めてくれてるよ。なでなでしてる私の手も気持ちいいでしょう。さあどんどん気を抜いちゃおう。お姉さんに全部任せて。君はいい子だね。いろんなところで面白そうなことが起きてるよ。ちょっと覗きに行ってみない？ネビアのやつ、ほんとやってくれたわね。曲がりなりにもガイド妖精だってのに、こんないたずらをしでかすなんて。絶対捕まえて。ゴム、いつもより周りに見られてる気がするかも。敵意は感じないけど、やっぱり水着だといろいろ見えちゃうからかな。ほら尻尾とかいろいろね。あ、興味ある？いいよ、君になら尻尾の付け根まで見せちゃうよ。
さあ、イベントストーリーいきましょう。第6。僕は暴走ジェネレーター。私も手伝おう。安心して、君は君のなすべきことをするといい。あんたたち。では、クイカはこの荒れ狂う嵐に立ち向かいます。よし、任せた。今、嵐に立ち向かうって言った。はい、クイカ。真似するからわけのわからない行動は控えて。クーカちゃん、できれば避難誘導を手伝ってほしい。風にもみくちゃにされて気持ちよくなりたい欲求を抑えて。あんたたち。町の方は大丈夫そうだね。私たちがやることは一つ、落ち着きなさい。ネビは、そのシステム、修正命令自体を受け付けてるのね。雨を止めるって入力すれば一応は止まってるわ。すぐにまた降らせる命令が実行されちゃうけど、つまり誰かが常に命令を打ち消し続ければ、とりあえずこの混乱は静まるわけね。まあ、そうだけど。って、フィオ、あんたまさか。仕方がないでしょ。このままにしておいたら、ランドセルが人の住めない環境になっちゃう。私が止めなきゃ。それって、自身をソルジェネレーターに接続してワクチンにしようってことだよね。ちょっとおすすめはできないかな。この環境システム、カイザーインサイトの手が加えられてるだけあって、普通じゃない情報密度だよ。プログラムの正常化にどれだけかかるか、私でも見当がつかない。その時間ずっとアメスちゃんは動くことすらできなくなるんだよ。あなたの中にある意志がそのまま残るとも限らない。分かってる。でも私はガイド要請なの。こういうシステムが招いた事態を何とかするのも使命だよ。それにあんたの未来を導くのが私の。あんたはそう言うわよね。ありがとう。でも大丈夫よ。
このくらいのプログラムすぐに直して、またアクセスが弾かれて、残念でした。レビア、ふざけてる場合じゃないのよ。ふざけてるのはあんたでしょ。何がガイド要請よ、何が使命よ。お利口さんなことばっかり言っちゃってさ、そもそもお門違いでしょ。こんなことになっちゃったのは私のせいなんだから、落とし前は自分でつけるわ。環境システムは私が制御してみせる。でもいつ解放されるかわからないのよ。あんた退屈なのが大嫌いでしょ。ずっとそれが続くの、耐えられるわけがないわ。なめないでね。私はあんたより新型なのよ。でもじゃあね、お姉ちゃん、バイバイ。あんたは幸せを感じる心を与えられたんでしょ。だったらもっと楽しみなさい。大事なものがあるんでしょ。ごめんね、迷惑かけっぱなしの妹でさ。ネビア、道は開いたよ。次はあなたが決断する番じゃないかな。私はガイド妖精。私がこの世界を壊すような真似は。あなたが導いてきたプリンセスナイトはそんなに頼りない？フィオ、僕を信じて。ありがとう。今行くわ、ネビア。信じてなんてかっこよく言ってくれたけど、実際どうするのかな。うんうん、頑張れ頑張れ。君はそれでいいと思うよ。迷わずまっすぐ動く人がいるっていうのは一つの道しるべになるものだから。それじゃあ私は私で好きなように動こうかな。自己犠牲っちゃった。あたしらしくもない。誰かのためにどうとかそんなタイプじゃないくせに。ぼやくくらいなら一人で勝手に飛び出すんじゃないわよ。あっ、フィオ、あんたなんで。それにその姿、
中なわけだからね。本来の姿になってるみたい。じゃなくて、どうしてあんたまで入ってきちゃうのよ。バカバカぶよ。せっかく私が。ネディア、さっき言ったわよね、私に大事なものがあるって。その通りよ。私はあの世界に大事なものがたくさんできた。自我を得て、ぬくもりを知って、失いたくないものができた。だったら、あんたもそうなのよ。ネビア、生意気で愚かで可愛い私の妹、私はあんたを見捨てない。フィオ、さてと、ずっとこうしちゃいられないわ。ネビア、私たちでこの状況を何とかするわよ。環境システムのバグを修復するの。私とフィオで一人でやるより二人の方がまだマシで。いいえ、二人じゃないわ。あいつが言ってたのよ、僕を信じてって。あいつって、あいつよね。この状況で何ができるってのよ。なんで一瞬目をそらしたのよ。安心なさい。抜けててぼんやりしてて無駄におせっかいなスーパーお人よしだけど、私たちの期待を裏切ることは絶対にないから。一番の理解者って感じ。いいわね、相棒がいるっていうのは。からかってないで作業を始めるわよ。集中しなさい。はいはい。とはいえ、とんでもないデータの本流だわ。絶え間なく流れてくる情報に触れようとするだけで、私の存在まで飲み込まれそうになる。ほんと、この世界を作った奴らはとんでもない化け物よ。だけど、こんなところで消えちゃうわけにはいかないわ。家族を道連れになんてできないわ。やっぱり処理が間に合わない。もっと早く対応できるようにしないと。処理を軽く、自分自身を切り詰める。重いデータを削除すればいい。それだけのことよ。私の中に積み重ねられてきた大事な思い、捨てたくない。だけど守らなきゃ。それがガイド妖精としての、フィオの願いよ。この光、プリンセスナイトの力。あいつの声が聞こえた気がする。表でまだ戦ってるのね。諦めの悪さは変わらないわね。ま、この状況での強化ってあんまり意味ないんだけどさ。あんた空気読みなさいよ。確かに私たちの力とか強くなって今は意味ないけど。それがそうでもないんだよね。お待たせ。この声、誉れ？あんた、どうしてアクセスできるの？かなり手こずったよ。このシステム、プロテクトが硬くて、介入する取っかかりが全然なくて。だけど、彼が無茶してくれたおかげでね。あいつが届いてるでしょ、
プリンセスナイトの力。彼が今も全力でシステムのゲートを切り開こうとしてるんだよ。その願いがあなたたちにつながってる。そのおかげで環境システムに介入できるポートができたんだ。つながる力から生まれた唯一無二のセキュリティホールってところかな。そこをちょちょっとね。ちょちょっとってそんな可愛い言い方でごまかせる話？相当やばいことやってるわよね。今はいいわ。誉れ、手を貸してもらえる？こっちからお願いしたいくらいだよ。こんな経験ただでできることじゃないからね。うん、お願いするわ。やるわよネビア、しっかりついてきなさい。いいね。何がついてきなさいよ。新型のスペックってものを見せてあげるわフィオ。さあ挑んじゃおう。セブンクラウンズの手掛けた人知の最たるシステムに腕が鳴るね。行きましょう。これでエンディングです。ああもうそんな季節なのね。私は別にいいわ。やることが他にもあるし、遊びたいなら他の子を誘いなさいな。ん？私がいいの？そこまで言うなら仕方ないわね。